さあこれより第2クォーターに入ります。海洋学園フォースダウン9。ここでトラブルが発生、センターからのスナップが大きく後逸する形になりました。パンターなんとかこれを確保しケランとしましたが、そこに神田一高陣のディフェンス佐藤、結果的には海洋学園陣、海洋学園の自陣8ヤード付近でボールは抑えられまして、この位置で攻守交代となります。攻撃がテイクオーバーになりまして、神田一高相手陣8ヤードからの攻撃と変わります。ディフェンスライン90番内木優斗がタックル。さあ神田一高はかなり有利な位置からの攻撃になります。相手陣8ヤードからのファーストダウン2ゴール、4回の攻撃圏でこの8ヤード突破しエンドゾーンを狙います。海洋学園これを阻止できるか。さあどうか、タッチダウン。ここでカイザーズは一発でタッチダウンすることに成功いたしました。右に展開していたワイドレシーバー6番にパス、それを6番キャッチしタックルを受けましたが、これを弾き飛ばしそのままエンドゾーンに体をねじ込んでタッチダウン。神田一高鮮やかなパス攻撃により6点追加となっております。そしてトライ4ポイントに入ります。決まりまして1点追加、関西大学第一高等学校14点となっております。まさに相手の動揺するその一瞬の隙を鮮やかな攻撃によって一発で決めた格好になっています。右に展開していく6番にパスを通し、その6番がタックルをすかさず受けながらこれを弾き返す形でエンドゾーンに飛び込んで見事タッチダウンになっております。素晴らしいパフォーマンスでタッチダウンを上げましたのは関大一高6番の谷中でした。3年生です。さあ着々とタッチダウン重ねた神田一高がキックオフしまして試合再開となります。海洋学園としてはなんとか突破口を見出したいこのシリーズとなります。さあ低いキックを蹴った。さあ海洋学園リターンに入ります。しかしそこにカバー入りまして、結果海洋学園陣ギリン24ヤード付近からの攻撃という形に変わります。大きなリターンを避けるためか、あえて低いキックを神田一高は行っている模様です。さあ海洋学園はこの状況を打開できるでしょうか。ボールオン自陣24ヤードから海洋学園ファーストダウン10。海洋中等教育学校自陣24ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10。さあまず密集点をつく形になりました。失礼しました、ターンオーバーです。ここでトラブルが発生しておりました。ターンオーバーとなっています。クォーターバックに対してエクスチェンジをする際にラインからバックスに手渡しを行う際にどうやらファンブルが発生していた模様です。なんとか海洋学園を抑えんとしましたが、これを抑えましたが神田一高従いまして、ここで攻守交代が成立し攻撃が異常、ターンオーバーにより神田一高の攻撃に変わります。
さあ再び神田一高は有利な位置を得ました。相手陣26ヤードから神田一高ファーストダウン10。さあパスが通ります。さあここで判定どうか。キャッチ成立となっております。パス成功です。クォーターバックまず密集点にパスを投じました。このパスが通りまして一旦は前進する形になりましたが、ここでレシーバーがボールをファンブルしました。ファンブルしたことによってこれはどちらが抑えてもいい状況でしたが、最終的にこれは神田一高54番を抑えましてボールを確保し、結果的に攻撃権更新になっております。神田一高ファッサー、厳しい状況、見事にこの状況を確保しましたのは54番オフェンスラインの武田でした。3年生見事なアジャストでした。さあこれにより有利な状況続く神田一高ファースト運転。さあ中央に行きます。今度はランニングバックに手を出しハンドオフしまして中央へのランプへ。ランニングバック5番、相手ディフェンスの隙間を縫うように見事に攻撃権を、前進果たしまして約7ヤードゲインとしています。今度は地上戦です。キャリア5番の山内が走りました。3年生の見客光っております。さあセカンドダウン3の状況、ボールオン相手陣8ヤードの状況です。さあこの判定どうか。さあ審判団協議しています。インターセプトです。ターンオーバー。ここでパスによってタッチダウンでありました神田一高。しかしこの時レシーバーがこのソロボールを弾きました。浮いたボールを最終的に確保したのは海洋学園。したがってここでインターセプトとなりまして攻撃を海洋学園奪還する形に成功しました。エンドゾーン内でのインターセプトの上で海洋学園は自陣20ヤードからの攻撃を得ます。インターセプトに海洋学園この窮地を出しました。さあ窮地出した海洋学園、この勢いを取り戻すことができるか。ボールオン自陣20ヤードから海洋学園ファーストダウン10。さあここでクォーターバックターン、ナイスラン、ファーストダウン。海洋学園ファーストダウン。ここでランニングバックにハンドオフをフェイクしましてクォーターバック5番左オープンに展開。この判断構想しまして見事に攻撃権更新になっております。海洋学園ファースト、まず最初の1点目見事攻撃権更新果たしたクォーターバック5番の前田、2年生のクォーターバック、まず最初の1点見事に決めました。さあこれが突破口になるでしょうか。ボールオン自陣37ヤードから海洋学園ファースト安定。さあ再びクォーターバックのランを展開しようとしましたが、今度は神田一高が阻みます。そのクォーターバックにディフェンスラインに群がりまして2ヤードロスに変えております。関西大学第一高校ディフェンスライン50番の井葵がタックル、2ヤードのロスを奪っています。さあ海洋学園セカンドダウン12の状況、ここでホイッスル。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、水分補給のタイムアウトです。ここでウォーターブレイクが入ります。ここでフィールド上は選手の健康管理のためレフリーにより
画面上の時計は私の方が目視でその都度に対応しておりますので、若干その反応が遅れてしまい、現状、フィールド上のクロックとズレが生じておりますこと誠に申し訳なく思います。現在は第2クォーター残り時間4分となりました。ウォーターブレイクが入っております。ウォーターブレイク飛びまして試合再開となります。海洋学園セカンドアンテル、さあクォーターバック自ら行った中央トップ図らんというところ、しかしこれは神田一高がディフェンス群がりまして急遽左にカットバックを切りました。前進はいたしましたが、しかしサードダウンに変わります。海洋学園はこのクォーターバック前田の総力でその打開点三田さんというところでしょうか。しかしそれは神田一高を許さず、現在サードダウンの状況に追い込んでおります。海洋学園次の1点なるでしょうか。サードダウン11の状況、海洋学園サードダウン、ファーストダウン獲得までは残り10ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウトです。チームタイムアウト。海洋学園前半1回目のタイムアウト。ここで海洋学園が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。まずこの状況で海洋学園は前半1回目のタイムアウトを行使しました。さあここでのタイムアウトでどのような策を講じたでしょうか。まもなくタイムアウト解けます。海洋学園サードダウン11、ボールオン自陣36ヤード。タイムアウト終了、海洋学園サードダウン。パス不成功、ここで一気に奥を行きました。ワイドレシーバー10番へのロングパス、しかしこれは、神田一高10番もカバーしておりまして、このパス不成功に変えています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。太陽学園ファーストダウン獲得まで11ヤードを残し、ダウンはフォースダウンです。太陽学園フォースダウン11、パントフォーメーションを取ります。ここでパントにより陣地挽回を図らんとしましたところ、ここで神田一高のディフェンスが殺到しまして、パントブロック。
このパントを防ぎました。結果的には陣地挽回ならず、海洋学園陣23ヤード付近でボールで落とし、この位置でテイクオーバー、攻守交代になりまして、神田一高の攻撃に変わります。さあ、これは神田一高の90番の上木の素晴らしいパントブロックになりまして、相手陣23ヤードから神田一高ファーストアンテン。さあ、中央行きました。攻撃権更新、ファーサー東高校ファーストダウン獲得。ここをまずランプレーから入りました。ランニングバック11番にハンドオフし、11番密集点のデイライト、隙間をすり抜けるように見事に攻撃権更新を果たしました。神田一高ファーサー、鮮やかなランを決めたのは11番の向井でした。3年生です。ここで2ミニッツオーニング入ります。前半終了2分前のタイムアウトです。今シーズンより国内のアメリカンフットボールが準拠しております。アメリカカレッジルール NCAA ルールに従来はプロでしか採用ありませんでした。前半後半残り2分でのレフリータイムアウト、2ミニッツオーニングが採用となっております。アメリカンフットボールは得点を奪い合う点取り合戦ですが、同時にそれは時間をうまく使うことを求められる、作戦を講じられる競技でもあります。この残り2分間をいかに考慮し試合を展開していくか、ここからの時間を含めました展開にも注目ください。さあ、2ミニッツオーニング解けまして、神田一高の攻撃で試合再開となります。神田一高相手陣12ヤードからのファーストダウンテン。そのまま行き行ったタッチダウン。ここで神田一高は鮮やかなランプレーによって一気に一発でタッチアウトを得る形に至りました。クォーターバック2番ハンドオフをフェイク、あるいはオプションでしょうか、それをフェイクにして右奥を展開し、相手ディフェンスをすり抜けるように右エンドゾーン奥走り込んでタッチアウト。これにより6点追加になりまして、神田一高さらにトライ4ポイントに挑みます。このキック決まりまして1点追加、関西大学第一高等学校21点とスコア変わっております。見事なランプレーでした。おそらくはフリックと言いましたが、ハンドオフをオプションにした選択プレーです。ランニングバックに渡さず、ここはクォーターバック自ら持ちました。この判断が決まりまして、右オープン駆け抜け、そのままエンドゾーンに入り込んでタッチダウン決まっております。鮮やかな判断しましたのはクォーターバック2番の三品でした。3年生です。さあ、タッチダウン重ねました神田一高のキックオフで試合再開となります。さあ、リターンに入る海洋学園、左側に展開を図りまして、自陣25ヤード付近確保し、この位置からの海洋学園の攻撃となります。海洋学園自陣25ヤードからのファーストダウンテン。
さあここでロンリーセンターを切ってきた。右にパワープレイ、さあどう来るか。その一枚のロンリーセンターのところにクォーターバック自ら突入、相手ディフェンスがいない隙間を突くような形で2ヤードから3ヤードのゲインに確保を変えております。さあここで策を講じてきた海洋学園です。同じ東海地区にあります南山高校もこのロンリーセンターを得意としておりますが、この海洋学園もその影響あってかここでロンリーセンターを帰還してまいりました。海洋学園セカンドダウン7、今度はノーマルのフォーメーションで挑む模様です。パス不成功。今度は左に展開していたワイドレシーバー 10番にパスを投じまして、そこからランアフターキャッチを狙うというところでしたが、しかしディフェンス相手の動きに応じましてこのパスを阻止し不成功に変え、サードに変えます。海洋保険サードダウン7、ナイスタック。ここで海洋学園は波バック24番にハンドオフし、左オープン展開を図りました。しかしこれを見計らってか、神田一高21番が素晴らしいチャージをかけまして、このランを阻止してフォースダウンに変えます。関西大学第一高校前半1回目タイムアウトです。ここで神田一高が前半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどのプレーで神田一高の21番のデミズが素晴らしいタックルを決めたことにより再び攻撃を得る機会を確保するため、ここで時間を確保するタイムアウトを守備で取りました。さあ守備で圧倒しました神田一高、この残り時間少ない状況をしかし攻撃のチャンスと見まして、ここでタイムアウトを行使したこと、これが果たして吉と出るでしょうか、京都出るでしょうか。試合再開となります。海洋学園フォースダウン11、パントフォーメーションを取ります。このパントは、神田一高陣46ヤード付近まで飛びまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりましてテイクオーバー、神田一高に攻撃権移ります。前半終了まで残り19秒、攻撃権は関西大学第一。さあ攻撃を結果的に取り返し残り19秒という状況ですが、攻撃を得ました神田一高。この時間を使いまして得点をさらに狙わんとするでしょうか。神田一高ファーストダウンテパスを打った。ここを一発で決めた神田一高、中央に固めた選手一気に散らしまして、奥に走り込んだワイドレシーバー7番ミロにパス、このようなら伸び上がるようにキャッチしまして、そのまま一気にそのままエンドゾーンを駆け抜けたタッチだ。鮮やかなパスによりまして神田一高6点追加なっております。そしてトライ4ポイントに入ります。
キック決まりましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。さあ、これは果たしてどちらのチームだったでしょうか。先ほどのプレーでディフェンスでした海洋学園の方にパーソナルファール、非常に危険な反則がありました。キックそのものは有効という形になりまして、神田一高が1点追加となり28点となっています。この反則は先ほどのキックオフ、次のキックオフのシーンで施行される形になります。しかし鮮やかなロングパスでした。一見そこでプレーを終わせんというところ、しかしクォーターバック下がりまして、その奥走り込んだワイドレシーバーの7番にパス、これを7番見事にキャッチし、そのまま一気に快速飛ばしてエンドゾーン駆け抜けてタッチダウンなしております。さあ、先ほどのそのトライ4ポイントのシーンで海洋学園に反則ありまして、15ヤード神田一高は進んだ位置、ハーフウェイからのキックオフとなります。さあ、海洋学園リターンに入る。殺到する中、なんとか陣地挽回図らんというところ、しかし最終的には仕留められました。前半終了です。ここで前半の時間がなくなりました。第56回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会前半戦終了となりまして、関西大学第一高等学校カイザーズが28点、海洋学園中等教育学校ブーストームが0点という形で、現在スコア28対0という状況で前半戦終了となっております。双方とも素晴らしい戦いを演じております。その中で神田一高がやはり関西大会常連校としての離れた経験でしょうか、徐々にタッチダウン重ねまして、現在試合の主導権を握りつつあります。さあ、これより双方作戦タイムとなりますハーフタイムに入ります。共に前半戦の状況を見直し、そして後半戦の対策をこれより講じます。その策で後半戦の突破口を生み出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。